海外投資の最適な組み合わせについて、外国株についてですね、まず聞かれているのがあります。あとは日本株についての最適な組み合わせも聞きたいということなんですけど、まあそもそもですね、僕の方は、外国株をお勧めしてます。で、特にアメリカですね、株の場合はやっぱりアメリカですね。で、まあしかもその、当然単発ではなくてですね、リスクヘッジのためにもですね、分散投資できるものがいいということで、やっぱり、インデックス投資、そして長期を味方にするってことを考えると、やっぱ SP500 のインデックス投資ってことになります。まあこれで長期投資、海外の分散投資が完了するってことですね。まあ本当に簡単なのは毎月ですね、5万、10万と引き落とせるようにしておくっていう、もうとにかく投資にですね、時間をかけない。そして、素人はですね、勉強したからといってアクティブファンドのように勝てるかっていうと、勝てないですし、難しいです。で、フィリピン人